トルベールは12世紀後半に盛んになった銀遊詩人で11世紀に生じたトルバドゥールが北フランスに伝播し変化したものである。アーサー王物語など騎士道物語を広めたフランスのクレティアンド・トロワは代表的な銀遊詩人である。トルバドゥールやトルベールというと一般的なイメージは弦楽器を背に町から街へとさすらう放浪の学士というものである。 確かにそのような人々はいたのだが、彼らは、ジョングルールやミンストレルと呼ばれ、社会の底辺に属する男女の貧しい芸人であった。トルバドゥールやトルベールは、対照的に、貴族階級の音楽の担い手だった。こちらは、詩人兼作曲家であり、貴族階級の庇護を受けたか、しばしば自ら貴族内しは騎士であった。トルバドゥールやトルベールは、貴族のために、 創作や演奏を行い、伝統ある宮廷文化の一環を担っていた。その担い手には、王公貴族だけでなく、その日も含まれていた。トルバドゥールやトルベールの歌詞は、それを生み出した社交界を自然に反映し、宮廷の愛や宗教的情熱といった理想の扱い方を軸に、動いている。しかしながら、多くの場合に見出されるのは、恋愛についての世俗的な眼差しである。 この種の音楽は、楽譜の解読をめぐって、しばしば演奏様式が議論の的となる。自由なリズム法によって、楽器伴奏を控えめに用いるのが良いとする研究者が、いる一方、楽器伴奏もリズムの解釈も、同じように固定すべきだとする研究者もおり、演奏会からは、後者の説が支持されている。ありがとうございます。